闇の血族、ザ・プレデスティンド・ホミサイズ1は、1990年にシステムサコムからノベルウェア第6弾として、X68000 向けに発売されたアドベンチャーコンピュータゲームである。本校では、1991年に発売された続編にして、ノベルウェア第7弾、闇の血族、ザ・プレデスティンド・ホミサイズに完結編及び移植版についても解説する。 いずれもシナリオに同期したアニメーションを特徴としており、PC エンジン移植版、闇の結束遥かなる記憶では、セルアニメ帳に一新された、グラフィックともども、それが顕著となっている。声優は、遥かなる記憶でものもの。原点である、x 六万八千版の発売後、九百九十一年二月には、システムサコムによる FM タウンズ移植版、闇の血族スペシャルが、 1993年12月17日には、ナグザットによる p c エンジン移植版、闇の血族遥かなる記憶が、それぞれ発売されている。いずれも、1と完結編を一つにまとめた内容となっているが、スペシャルが、1と完結編の BGM を CDDA 化しただけの移植にとどまったのに対し、遥かなる記憶は、1と、 完結編のシナリオを一本化した上、グラフィックを井のまむつみによる新規キャラクターデザインで、桂健一郎によるセルアニメ帳に差し替えているほか、声優による音声を収録している。なお、X68000 版は後年にプロジェクト X による配信も行われており、2004年8月24日には、一月、 同年10月27日には完結編がそれぞれ配信されている。遥かなる記憶はゲーム雑誌週刊ファミ通262号のクロスレビューで40点満点中20点が付けられた。ありがとうございます。